マーク・シャパイロは MLB トロントブルージェイズの球団社長兼 CEO。父は元代理人のロン・シャパイロであり、カルリップ県やエディ・マレーラを担当していた。マサチューセッツ州ミドルセックス郡ケンブリッジ生まれ。プリンストン大学出身であり、卒業後の1991年からクリーブランド・インディアンスのフロント入りする。当時の GM であるジョン・ハートンの下で、 インディアンスの1990年代の黄金時代を選手育成部門の担当や GM 補佐として支えた。2001年オフにハートがテキサスレンジャーズへ去ると公認の GM に就任した。チーム予算が潤沢ではなくなってくる中、バートロコローンやチャック・フィンリーを放出していずれも後に主力となるクリフリー、グレーディサイズモア、ココクリスプラを獲得するトレードを完工するなど、 インディアンスを低予算ながら勝てるチームに作り上げ、2005年と2007年には、スポーティングニュース社が選出する、エグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーに選出されている。2010年には、部下のクリス・アントネッティに GM 職を譲り、自身は社長に就任した。2015年8月末には、長年勤めていたインディアンスを離れ、球団社長兼 CEO として、トロントブルージェイズへ移籍した。 ありがとうございます。